おはようございます。私の方から今日は一点報告がございます。本日閣議に来まして、国有林業の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。本法案は、国有林の一定区域で公益的機能の維持増進や地域の産業振興等を条件に一定期間安定的に木材を供給できる仕組みを創設するとともに、川上、川中、川下の連携による木材需要拡大の取り組みの支援等を起こすものでございます。農林水産省といたしましては、本法案によりまして、昨年成立をいたしました森林経営管理法における新たな森林管理システムの要となる意欲と能力のある林業経営者の育成を図っていく考えでありまして、速やかにご審議をお願いをお出したいと考えているところでございます。私からは以上でございます。関係者の森です。はい、こちらなんですが、はい、被害額とまとまったら教えていただきます。はい、これらの被害額ですね。この被害額につきましてはですね、現段階ではその全体を試算をしてしたものはございません。例えばその一部としてですね、殺処分頭数はこれまでですね、約4万7千頭に上っております。今後この殺処分に対する対応策というものももうすでにございますので、そういったことを含めてですね、今後被害額その分も出てくると思いますが、今の段階ではそういう状況の中にあります。で、愛知県および岐阜県をはじめ関係自治体との連携強化を構成しましてですね、迅速かつ徹底した防疫措置には全力を尽くしていくところでもございますので、さらに野生イノシシの出産防止対策も徹底をしてまいりたいと考えております。以前愛知県の198の漁業法についてもチームを派遣するという必要性があるというふうに反映されてますが、その手法とか時期が決まっていれば教えてください。はい、まず岐阜県および愛知県で発生したそのこれらの現状およびその対応について申し上げたいと思いますけれども、もうすでに皆様ご承知だと思いますが、これは昨年9月以降ですね、これまでに岐阜県、愛知県で、計10例、関連農場を含め5府県においてですね、発生が確認されているところでございます。で、発生農場での防疫処置は2月24日までに全て終了をいたしておりますけれども、発生農場と畜場やですね、出入りする車両等が共通する農場について豚の移動制限ですとか異常が確認された場合の報告などをですね、行っていただくなど監視を継続をしているところでございます。また22日先週でありますけれども、野生イノシシによるウイルス拡散防止を徹底するため、野生イノシシ向け経口ワクチンの使用も決定をさせていただきました。で、この発生を予防するためにはですね、使用衛生管理基準の遵守が最も重要でございますので、岐阜県等の養豚場に対して国が主導して使用衛生管理基準の遵守状況の再確認と改善のための指導を進めてきたところでもございます。これに関連をして、
これからですね、愛知県も198の農場がございますが、調査チームを順次ですね、保険をさせていただければと、これには思っております。で、今このまん延防止封じ込めは極めて重大な局面を迎えていると認識をいたしておりますので、これ以上の感染拡大を防ぐために国が主導して各省都道府県と一層緊密に連携しながら取り組んでまいりたいと思います。また昨日もですね、テレビ会議を行いまして、全国のですね、自治体の都道府県の皆さんにもそこにご参加をいただいて、今発生をしている岐阜県、愛知県のみならずですね、全国の都府県の皆さんに対しましても、使用衛生管理のチェックシートで養豚場のチェックをしていただきたいという、そういったお願いもさせていただいているところでもあります。では各社お願いします。NHK の方にどうぞ。愛知県の養豚所の、チームの派遣の件なんですけれども、時期としてはいつごろ始められたいかというところとですね、まず今、まん延防止に対して極めて重要な時期とおっしゃいましたけれども、そこの、認識についてはもう少し詳しい、ご見解をお聞かせください。愛知県の派遣に関しましてはですね、今岐阜県を34農場の派遣を行っておりまして、この派遣のチーム数も少し増やしておりますけれども、同じチームが1日に何箇所もというわけにもいきません。ご承知の通り、そのチーム数も限界もございますので、岐阜県が終わり次第ですね、愛知県とも今県ともいろいろと相談いたしておりますけれども、チームを作ってですね、これから順次派遣をこうしていきたいな、できれば早いうちに、行っていきたいと考えておりますが、先ほども申し上げましたようにですね、昨日も都道府県の担当者の皆様にご参集をいただいて、テレビ会議等々も行っておりまして、全国にですね、この使用衛生管理のチェックシートにのっとった形で全国の養豚場に対してぜひ、この使用衛生管理が届いているかどうかということもですね、確認をしていただきたい、そのようなことも行っておりますので、発生をしている地域のみならずですね、全国的にそのを広げながら、この対策をしっかりと講じていくということも確認をいたしております。はい、ディープシェンス、ジビエに対するんですけど、ジビエ、これらのジビエに対する影響を教えてください。ジビエ、はい、ジビエに対するなんですか。影響です。要は野生の虫取ったりとかして食べるじゃないですか。ジビエに対する影響というのは私は今のところないと思っております。イノシシのですね、このこれらにかかったイノシシが人体に対する影響というのはないという、そういう認識もございますので、今のところですね、このジビエに対する影響というのはないのではないかと思っております。ただですね、今現在ですね、陽性イノシシが確認されている地域におきましては、現在ですね、狩猟を規制し、食料利用も自粛をしていると聞いております。
おはようございますか。こんにちは。ご不倫の関係なんですけども、はい、あなたが新年管理システムのプライドというのを新年にすると思うんですけど、今の国産木材という状況と、まあ、この利用促進ということに向けてどういう意義があるのか。この件に関しましてはですね、事業者がですね、一定の区域において一定の期間その樹木を伐採して取得する権利のみを利用するものでありまして、国有林の管理権そのものを委ねるものではございませんけれどもですね、事業者5年ごとに国と樹木この採取権の交渉方法と定める契約を締結をするということにいたしておりますし、まあ、現行の国有林同じルール1箇所あたりの伐採面積の上限等に基づいてですね、伐採を行うよう義務付けるということに、まあ、そういったことを基本的にこのやっていくわけでありますけれども、この伐採によりましてですね、先ほど申し上げましたように、川上、川中、川下の連携によるですね、木材需要拡大の取り組みの支援も講じていくと僕も思いますので、まあ、昨年成立いたしました森林管理、経営管理法における新たな森林管理システムの要となるですね、意欲と能力のある企業経営者の育成を図っていく上でもですね、極めて効果のある私は法律になっていくのではないかと思っておりますので、このことを責任ある事業者にご利用いただきながら、林業関係のさらなる進展と申しましょうか、発展につながればいいなと、そういう思いがございます。あと1点なんですけど、全く別の話なんですけど、いわゆる EU の米国の合意なき離脱というのが今、取り出されてますけど、もう少しそれって何か、日本のサブスクの影響を考えられるのか、そういう対応は考えてくれますか。EU のですね、イギリスの離脱ですね、これはですね、先般の、日英首脳会談の際に改めて、一致したと思っておりますけれども、日 EU EPA を踏まえてですね、EU 離脱後の英国の新たな経済的パートナーシップの構築に速やかに取り組む方針と承知をいたしておりますので、農林水産省といたしましてはですね、英国の EU 離脱の動向を注視しつつも、今後とも食品産業を含む日系企業への影響がですね、最小限となりますように。関係省庁や食品産業団体と密に連携をして対応をしてまいりたいなと思っております。今のところ何か特段の影響と懸念されますか。今のところはそのような具体的にまだ私自身承知をいたしておりませんので、今申し上げましたようにですね、食品産業団体やあるいは関係省庁と連携をしながらですね、影響が出ないようにしっかり対応していくということが必要だと思います。時間の関係で次を最後にお願いします。テレビを参ります、はい、先ほどのこれらの関係で全国でテレビ開票されたということですけど、今までだと県単位で考えることだったのを全国で統一した基準を設けて考えるようになったということなんでしょうか。どういうことがあるのかというと、これはですね、先ほど申し上げましたが岐阜県、愛知県、さらには監視対象の件というのはいくつかございます。愛知県から関係のあった最初の当初申し上げました5府県等々ですね、さらにその監視対象の件もいくつかございますが、全国的にですね、これは使用衛生管理というものをもう一度再確認をしていただいて、これらが拡大をしていきませんようにというそういう思いを持ってですね、全国の都道府県の関係者の皆さんにご参集いただいて、使用衛生管理についてですね、
説明